台湾トアム1952年は、グエン朝、台南の管理。字は、ティエンケイ。クアンキ省海蘭県の出身。トゥアンホアにおいて、地府台湾、仏都の子として生誕した。母の元福氏会とは、従前以降、元福免震の救助であった。ハノイにある通元場で教育を受け、その後植民地政府に就職し、在下安公使の参事官として務めた。慶帝3年、慶帝帝より命じられて、トゥアンホアに在職となり、興路寺卿に封じられ、午前通時に任命された。翌慶帝4年には、興禄寺卿に昇進し、慶帝5年には、太常寺卿に昇進した。慶帝7年に三竹組に昇進し、海林帝に同行して彷彿し、森が分身として働いた。慶帝8年には、クアンナム省の府省使に昇進し、準部を代行した。この間、1から2ヶ月に1度とのトゥアンホアに戻ることを許された。慶帝4年には、承天府院の権利を得て、慶帝10年には、承天府院に正式に就任した。保大正2年、タインホア総督に就任した。保大正5年正月に、戸部直署に昇進し、機密院大臣に任命された。保大正6年には、教弁大学士の職務を授かった。保大正7年に、フランスに赴いて、留学していた、バオダイ帝を帰国させた。保大正8年夏にバオダイ帝は内閣を改革したが、トアンは、唯一少所に留任され、工作部、美術部及び礼儀部少所に転任し、機密院大臣に就任した。3ヶ月後には、理部少所であったゴディンディエムが退任したことに際し、ウルー5月30日に理部少所に転任した。保大正13年、クイティエンナムに封じられた。保大正17年3月28日に、東郭大学士に昇進し、藩邸から、理部少所を引き継いだ。1946年に下安省に移住し、ベトナム民主共和国の第4連区に顧問として招かれた。1952年、下安省アインソン兼爆獄舎において、69歳で没した。妻に、尊女子良金が、娘に、妻子女慶がいた。ありがとうございます。